トーマスの箱です。はい、トーマスにもらった不思議な箱、これを開けてみることにいたしましょう。よいしょっと開けますと、おやおや、このお便りと、うん、この歌声をもう皆さんご存知だと思います。はい、流れておりますこの歌声ですが、あゆですね、うん、浜崎あゆみさん。曲名は何でございますか？メロディーという曲をお聴きいただいておりました。はい、名探偵めぐちゃんからのお便りが飛び出してまいりました。またまたあゆにね、うん、新恋人お、ツアーの間の休息中に新恋人とラブラブだったそうです。せやって、でっせ、バリのホテル、あ、バリ島か、バリ島かな、バリのホテル一泊70万ですって。白人男性と泊まったんだって。7万でも泊まれんわ7万でも泊まれんね、はい、羨ましいわ。私はだいたい、まあ、7000円ぐらいのビジネスホテル、それならなんとか聞こえがいいでしょ、うん、ホテルはビジネスクラスですよ。いや違うやろ、それは何、飛行機はビジネスクラス言うたらすごいけど、あ、そう、飛行機は僕はあのちょっとあの経済的な、エコノミー、経済シートですよ。そしてホテルはビジネスクラスですビジネスホテル、あ、そうですか、はい、7万でも泊まれんわ、泊まれん、羨ましいな、うん、おしげりなましたんやろな、なんじゃおしげ70万円、はい、70万で泊まったらおしげりなまさんとな、ほらもったいないもん。でも他にいろいろほら、あのせっかく70万だからいろんなところ、うん、あのタンスを全部開けてみるとか、はいはい、なんかあるじゃないですか、あのこういうとこほらなんかまた最初のカップボードとかもあったりなんかするでしょ、うん、そこのグラスなんかも全部こういろいろこう出して飲んでみるとか。ちびちゃんたちこういうとこ泊まったら喜ぶやろうな。隠れるとこいっぱいあるのや隠れといて、どこだよ来ます、ここだよって言ってるけどさ、どこだろうな、どこだろうなって探さないかん、はい、探すときに目が合ったらいかんですよ、コツとして目が合うと、目合わさんようにしながら探さな、クスクスっていう、それがおしげりなましだと一点集中しか使わんでしょ、設備としては。ちびちゃんはもったいないよ、ね、はい、坪井さんも家族旅行でバリに行ったことありますよね。ホテル代高かった、安かったです。お子ちゃんはベッドでピョン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 したのが一番楽しかったと言ってがっくりしたって言ってましたもんね、はい、話を戻しましてね、その後も白人と10日間過ごした。70万かける10日いくと、はい、700万、これ年収で700万今度ちょっと増えてね、平均年収がだいたいね日本人500万でしょ、僕700万なんですわ、いい人はどうや、平均より200万高いですよ、いい人は実はもう10日間で使われてしまう金額や、情けないやろな、これ 朝食はついてんやろか、もちろんやないか一泊70万も取って朝食ついとらんけどういうこっちゃ責任せんでこい本当に食べ放題のビュッフェかな、タッパに入れて持って帰ってもええぐらいのサービスせえ70万払うんやったら、ビュッフェはタッパ持って帰ったよ、それマナー違反や、普通はそうやけど70万払った人はタッパもいいんだあかんかね、はあ、そういうこっちゃ、アルコール類は有料かな、やっぱり70万もええわもうええわ、疲れてきた人のこの金持ち話に。ほんまやで。ねえ。あの、マロって恋人短かったね。はい。マロは逆玉に乗り切れんかったやろな。恋大きい女ですね、あゆもね。はい。マロ今頃悔しがって、俺は一泊70万泊まらへんかった言うて。まあ、男も女もあれやろうな。相手の値打ちに合わせて部屋選ぶんやろうな。どうやろう。どうやろう、それ。どっち、ね、そもそもでもどっち持ち、あゆ持ち、大前提として。それはもうあゆ持ちやな。いや、わからへんの、そんなものを。34歳か盛んやな、独身でええな、私は盛んな時期がなかったから本当に心から羨ましいぞ、盛んな時期がないいうな、はい、ねえ、まあ、そういうことでね、いろいろ大変ですね、あゆはやっぱり大変やなと、まあ、こういうことで70万の部屋はまあ一生かかっても泊まれへん、どんな部屋なんでしょうね、ねえ、うん、7000円の部屋やったら連泊に次ぐ連泊でこれも豪華な形で長いことホテルにおれるやんな70万、はい、大変なことでございました。よいしょ。